和歌の法受足。ソスラン・アレクサンドルビッチ・ガグロエフ。ソスリン・アレクサンドロービッチ・ギャグロル。1988年7月8日大は、ロシア連邦北オセチア共和国ウラジカフカス出身で、アイダカキベア所属の元大相撲力士。アマチュア・アメフト選手。大相撲力士時代の個名は、和歌の法都市のり。 身長195センチメートル、体重162キログラム、得意は右四つより、最高位は西前頭皮頭、2008年7月場所、血液型は O 型、相性はソス。いとこは元関分け、あらん。個名は、露法の仙台師匠にあたる大法が由来で、下の名前の小ぶ規則は、師匠の現役時代の四個名の一である、若見木久と、 新自体の樹と、本名下山勝則から一文字ずつ取った下の名前の命名方式は古都欧州と同じ。恵まれた体格と弱年での出世から将来性を評価されていたが、相撲の基本ら外れた破天荒な取り口と粗暴な言動をゆえに批判も多く受け、毎相撲から三役寸前まで昇進しながら最終的には刑事事件を自元として わずか3年半の土俵生活に幕を閉じた。ホー、白露山兄弟と同じロシア北オセチア、共和国出身で、ホーの父親にレスリングを習い、ロシア国内のジュニア王者になる。その能力をホーが高く評価し、彼の誘いに応じて2004年、平成16年9月に来日し、大竹部屋に住み込みで、日本の相撲部屋の生活を経験する。 外国人は一部屋に一人までの入門制限のため、同じ二所の席一門に所属する間、柿部屋に入門し、2005年、平成17年3月場所で、初土俵を踏んだ。同期生には高安、大道、勢い、朝日翔、飛翔藤屋がいる。2005年9月場所は7戦全勝で、ジョニ二ン優勝、翌2006年。 平成18年1月場所では幕下で6勝1敗、7人による優勝決定戦に進出し、決勝でバルトに敗れたものの、その高い能力の一端を示した。その後も勝ち越しを続け、同年11月場所では東幕下筆頭で4勝3敗と勝ち越し、初土俵から負け越しなし、所要11場所での重量昇進を果たした。 18歳5ヶ月での重量昇進は、史上8位体の年少記録で、外国出身力士では、白鵬の18歳9ヶ月を更新し、最年少である。しかし本人は、17歳で上がりたかったと悔しがった。関取として、初めて土俵に上がった2007年の1月場所は、相撲の型がまだ固まっていないこともあって苦労し、5勝10敗と、振るわず初の負け越しを経験した。 翌3月場所は東幕下2枚目で5勝2敗と好成績を残し、西2枚目で同成績だった境沢を退け1場所で最重量を果たした。西2枚目から東3枚目だったことが大きな決め手となった。その後も重量で勝ち越しを続け、2007年9月場所には重量筆頭で10勝5敗と大勝ち、11月場所で新入幕を果たした。 19歳3ヶ月での新入幕は、史上6位体の年少記録だが、外国出身力士では、白鵬、19歳1ヶ月の後人を排している。欧州出身の力士が20歳前後で入門する、例が多い中、16歳で、初土俵を踏んだ。しこの所作に、ぎこちなさがあったように、下半身にやや脆さがあり、取り口も未熟で、課題を抱えていたが、素質は、 申し分ない逸材とされた。しかし立ち合いの変化が多く、親方をはじめ現役力士からも、恵まれた体格があるのにもったいないと苦言を、呈されていた。2007年1月場所では5章中3章が、立ち合いの変化、1章が不戦章であった。特に相手の背中に乗りかかるような体勢ではたき込む、動作は、飛び箱と呼ばれ、新聞など、各メディアで格好のネタにされた。 ただしこれは悪い癖と認めており、2008年1月場所で岩木山に変化、飛び箱を読まれ、破れたことを機に、もうやらないと語っている。しかし同年5月場所14日目にはこと正義区に、同じような発想飛びで白帽子を上げている。また2008年1月場所9日目の市原戦では、右手を握ったままり差しを繰り出し、市原の顔に拳を叩き込んだ、取り組みは、 よりきりで和歌の方が勝利。金春族の握り拳、拳で殴ることに触れる恐れがあったが、審判長の美穂が関は手首が返っていないとして不問にした。2008年5月場所5日目の閣流戦、閣流の変化にバランスを崩してをついたにもかかわらず、相撲の流れが和歌の方にあったために、行事、審判は見逃し、取り組みは続行され、よりきりで勝利した。 NHK の大相撲中継には手をついた場面がはっきりと捉えられており、アナウンサーも誤信と名言。相撲協会には抗議電話が殺到した。この場所は最終的に8勝7敗と勝ち越したが、もしこれが見逃されていなければ負け越しだった。また、8日目にはあまに豪快なうっちゃりで敗れた後、悔しさのあまり部屋の風呂場の壁を叩き割り風呂桶を壊すなどしたため、 厳重注意を受け、若き親方、元横綱若の花は、北の海理事長に謝罪し、本人も謝罪したが、その一方で、負けたら悔しい、皿とか壊したくなるなどとの発言も見られた。また、天が朝昇龍に見えたなどと横綱を呼び捨てに、するなどの発言もあった。2008年7月場所は、 上位陣に歯が立たず、八連敗で入幕五発の負け越しとなったが、九日目に連敗を止めた。くしくも相手は先場所敗北した、あま、それも立ち合いにジャンプしたところ、結果的にこれが相手の諸手突きを止めることになり押し潰したという形であった。2008年8月19日に大麻所持で検挙され、相撲協会から解雇された。そのため、 2008年9月場所の東前頭8枚目は空位となり番付発表を翌日には検挙に伴う大麻の簡易検査を実施したこの検査で自、ロシア出身のロホーと白露さんが解雇。この解雇について各界復帰を望んで教会を相手取り処分撤回を求める仮処分申請及び訴訟を東京地方裁判所に起こした仮処分申請は2008年10月30日に 却下された。和歌の方は2009年1月24日までに訴訟を取り下げて解雇が確定し、1月29日に退職金に当たる約580万円の養老金が支払われた。2009年2月1日に東京都内のホテルで個人的に断髪式を行ったが、各界関係者は誰も参加しなかったその後、2月13日、ロシアに帰国した。 格闘技転向も取り沙汰されたが、アメリカンフットボールのプロ選手となることを目指し、2010年、米国フロリダ州ので、カレッジフットボールの選手となった。ウェバー国際大学で2年間プレーした後、2012年はのフットボールチームに移籍した。しかしこの年のシーズンに、サウスフロリダブルズは低迷し、シーズン終了後に、コーチ陣が刷新され、 和歌の方もメンバーから外されることとなった。2013年からはのフットボールチームに所属した。2014年8月の記事では、引き続き、ウォーナー大学に所属していると報じられていたが、同大学のフットボールチームの2014年メンバー表には、名前が見当たらない。フットボールと並行して、アマチュア相撲でも活動している。2013年9月には US 相撲オープンという、 アメリカのアマチュア相撲大会に出場し、重量級で、ウラムバイアル・ベアンブジャブ、元幕下力の大小地県タに次いで2位に入賞した。2014年にも US 相撲オープンの重量級に出場したが、準決勝で、モンゴルのアルタンゲレル・ダワニャム、元柔道家に敗れ、続く3位決定戦でも、アメリカのロイ・シムズに敗れて、入賞を逃した。2008年8月18日、 財布の中に大浅入りのタバコを所持していたとして大麻取締法違反で逮捕された。現役幕内力士の逮捕は史上初の出来事であった。その後8月21日に日本相撲協会は緊急理事会を開き、同日付での解雇が決定された。20歳1ヶ月での引退は関取経験者では実力本位で番付が掲載されるようになった。 明治以降では最年少。9月12日、初犯であったことや解雇によって、社会的な制裁を受けたことが考慮され、起訴、猶予処分となった。後に、和歌の法自身は、同年10月27日の、週刊現代において、逮捕前日となる8月17日に、土地の審と国会と自身の3人で間かき部屋の個室に行って、大麻を吸っていたと証言した。 和歌の方はまた同志で、土地の神はグルジアにいた頃から吸引していると自ら話していた。大麻を買うために一緒に渋谷に行こうと誘われた主張している。和歌の方がこうした告発に踏み切った理由は、逮捕されてから一方的に関係を切ろうとしている。手紙を人を返して渡しても連絡ないからなどとしているが、一方で土地の神は、あいつは嘘ばかり言っていると疑惑を全面否定した上で、 あいつとは、仲がいいわけでもない。真っ赤き部屋、個室にも行ったことはあるけど、DVD を借りたりしただけと、和歌の方の主張に強く反論した。2008年9月29日、記者会見を開き、会見で自身が入幕後やお帳を強いられたことを、800帳裁判、週刊現代の大相撲800帳告発記事をめぐり、相撲協会が講談者を名誉毀損で訴えた裁判。 詳細は、武田頼政を参照で、週刊現代側の証人として証言する意向を示した。会見及び、週刊現代に掲載されたインタビューで、現役大関らの実名を挙げ、幕内に上がった直後に八尾町を強要された、断ったら、可愛がりをすると脅されたなどと証言した。後談者側が10月20日に第一次、第三次提訴における元若の方の陳述書 提出したが、21日東京地裁は、承認申請を却下した。日刊スポーツは却下の理由を、記事の対象となった2006年11月場所2007年1月場所より、和歌の方の新入幕2007年11月場所が、後で対象と異なる時期だったためと推測している。また、元和歌の方が、週刊現代の記事内で800兆を強いられた、と話した、カス 東と欧州、千代大会、海洋の4人を講談者側は、第1次、第3次提訴で、尋問申請したが、東京地裁は10月23日までに却下した。2008年11月27日、代理人の弁護士が、日本相撲協会に力士としての地位確認を求めた、訴訟で、週刊現代での八尾町告発が虚偽だとする内容の陳述書を提出したと公表。 これに対し、週刊現代編集部は、本人に確認を取ったら、陳述書提出について知らないと否定したと反論した。翌28日には弁護士と会見を開き、週刊現代の取材を仲介した、ある男、X 氏と下に、虚偽の告発をすれば相撲会に戻れると騙されたと発言した。また、 オ王ら実名で告発した歴史のみならず、週刊現代編集部に対しても謝罪した。元若の方によれば、自分が週刊現代史上で発言したことは、すべて X 氏の創作で、週刊現代には、虚偽の告発で迷惑をかけてしまったという、仲介人の蘇生については明かせないとした。会見前日に編集部と接触したことを認めた、上で、 編集部に告発内容が虚偽だったと報告したと明言した。元若の方の会見に対し、週刊現代編集部は、尻滅裂で、事実とは考えられないとコメントした。以後は弁護士側と、週刊現代側が、それぞれの正当性を主張し続けている。また、週刊現代側は、闇の勢力による圧力で、証言撤回を余儀なくされた。 黒幕の人物は架空であるという説も主張している。なお、第三次提訴では八尾町に関与したとされると世の島が、元赤の方のインタビューとされた記事では、無関係であるとされ、武田の記事内容と違いが見られる。さらに後の号では、以前の連載で、と世の島が、ガチンコ力士であると報じ、元赤の方の証言もそれを裏付けていると記述し、武田の署名連載時、と世の島が、 パチンコ力士とは一度も書いてないと核に矛盾している。2011年2月に大相撲やお帳問題が、発覚しか菅金高吉が800帳を認め、再び注目を浴びた。民放のインタビューで、相撲協会から800帳証言を撤回しないと、退職金を支払わないと言われ、撤回したら、翌日に700万円振り込まれていたと発言した。 情報7デイズニュースキャスターでのインタビューでは、関取になってから、春日金に、八百町の協力を求められ、これが、日本のルールだよ。長く相撲を取りたいならみんなと一緒にやれよと詰め寄られ、はい、わかりましたと言うしかなかった、と証言した。さらに八百町の中介役とされた、江ナシセンシから、こと欧州のように、すごく早く、大関に上げてやる。俺が、プロモーターになるから、 大関になったら300万クレヨナと大関昇進のための八百町工作を打診されたという。さらに、同月21日発売の週刊現代で、力士21人の実名を挙げて、八百町を告白したが、相撲協会の特別調査員は関心を示さなかった。その後も、週刊現代に800町告発記事が掲載されたが、 3月11日の東日本大震災以降週刊現代から相撲関連の記事が激減したため続報はなく、この件に関する現在の動向は不明である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。